はい、皆さんこんばんは。原田ゴルフ、原田周平です。今日もですね、グリーンジャケット、ゴルフショップグリーンジャケット札幌にある、このお店でですね、シダ、いろいろ新しいクラブをレビューしていきたいなと思うんですけども、今回はステルスというね。佐々木さん、よろしく。ちょっと待って、はい、佐々木さん、よろしくお願いします。ステルスはもうね、で、はい、これいつ？2月10日発売です。もう大体もう動画はステルス動画がもう出回ってるんだけれども、大体終わり頃に出るのが僕のチャンネルというね感じなんですけれども、まあどんなものかね、打ってみたいなと思うんだけれども、今回のこのステルスの2というところの良さみたいなものを佐々木さんにいろいろ聞きながら打ってみたいと思います。まずじゃあね、打ってみたいと思う。で、今回はね、ヘッドはこれなんだっけ、ステルス2のスタンダードモデル、スタンダードモデルと、HD っていうドロー系のやつ、捕まるやつ、この2つをちょっと打ってみたいなと思います。じゃあまずスタンダードモデルを中心にやっていきたいと思います。で、基本的にさ、ステルスって捕まらないっていうイメージがさあるじゃん。ありますね。だからだけど、そうだね、どうなったかだね。ちょっと打ってみます。僕結構この感触好きなんです、ステルスのね。打ってみます、軽めにね。パス、ドロップだよねこれ。スピンク、これじゃ上に当たりすぎだもんね。そうだね。ちょっともう急。これでも弾道はちょっと低めだね。低めの弾道で強い感じ。うん。ちょっと見てみましょうか。割と軽く打った感じでも、初期弾道は12でしょ。そうですね、12。うん、スピン量も少ないね。打ち出しとスピンがちょっと少ない、うん、そうだね。捕まってはいるんだけれども、まあそうは言ってもそんなに左に行ってる感じでもないから、そうかな、やっぱり捕まらないのかな。ちょっともう一球打ってみましょう。うん、ドロップなんかドロップするね、これ。すごいドロップする。うん、もうここスピンが打ち出しが低いぞ。低いよね。ちょっとロフト出してみますか。ちょっとだから、ロフトが僕が打つにはちょっと、ね、もうちょっと寝かしていい感じですね。ちょっと今ね、2、3球打ってみて思ったんだけど、捕まるは捕まるんだけど、スピン量はあんまりにもかからないんで、ちょっとロフト上向けてみた。これでちょっと打ってみよう。だったらちょうどいいか。これ何度になったの、これで。2度寝かしたので。11度ぐらいだね。おお、これは上がるね。うん、これぐらい上がってほしいね。そうです。うん、ちょっと見てみましょう。これ 13.3、 まあ 13.3 ぐらいは欲しいところだね。はい、クローズフェイス。まあまあまあ、ボールが捕まらないっていう感じはないんだけれども、ちょっとスピン量が少ない感じだね。いずれにしても、やっとロフトが11度で、なっているというところで言うと、もしかしたら HD の方がいいかもしれないね。ちょっと僕 HD ちょっと使ってみるわ。はい、HD ね。まあちょっとその前に、このステルス1と2ね、1っていうのか、ステルスが新しいステルス2のどこが変わったっていうところ、まあ、ヘッド自体のカーボンの量を増やし、うん、全体のカーボンの量を増やしまして、うん、それで完成モーメントを大きくした感じ。以前のタイプよりも
直進性を保っているっていう、はいはいはい、このスタンダードモデルよりここの突起のデカがでかいね。そうですね、 HD とかは。そしてね、あのね、構えた感じがめっちゃ丸い。ださっきのスタンダードモデルよりもこう丸くなっていて構えやすい。これの方がなんかナイスショットの予感がするぞ。ちょっと打ってみます。いきます、軽めでいきます。ああもう全然いい当たった感じが全然違うもん。うん、これの方が楽。 HD の方が当たった感じがいい。ちょっとこれ見てみましょうね。ちょっとスピンが上がるか、はい、でもさ、いいのさ、スピンよりはね、感じとか捕まりとか打ち出しもいいね、はい、フェースが滑んない感じする。あ、いいですね。さっきのスタンダードより僕はこっちの方が全然、だんだん自分の体がおじさん化してるって証拠かなもう一回いきます。ね、逆に言えばちょっと捕まりすぎでもさ、こうね、捕まってもうくれると、ちょっとこれはあれだけどもね、ちょっともう一回、これはなしだけどね。でこうやってかなり今チーピー目になっちゃったけども、もう一回言ってみます。うん、これの方が振ってきるもんな。振りやすいし、スピン量もちょうどいいでしょ。ちょうど2200だもんね。打ち出しも、打ち出しちょっと低いか。うんうんうん。いいね。これはやっぱり、おすすめは HD だぞ。HD の方がやっぱ優しいですね。うん、これか、もう一個あるんでしょ？プラスがね。プラスはちょっと、うん、ここだよね、あれだよね。プラスはこのグリーンジャケットでは今扱ってないんだけども、プラスがあるんだけども、やっぱりこの僕はこれがステルスの、このドローが出やすい。だから HD ね、もともとが捕まりづらいとかちょっとスピンがかかりにくいっていうのがあって、まあ、それはこの HD このクラブを使うと僕だったら解消できそうですね。ちょっと仕上げにもう一球打ってみようか。うん、ちょっと当たりずれても全然大丈夫。距離はちょっと落ちるねその代わりね、距離はちょっと入っちゃうんだね。あ、結論、ステルス HD です。じゃあ佐々木さん来て、はい、佐々木さんありがとうございました。ありがとうございます。ステルスは僕結構感触は好きなんだけれども、はい、ちょっと数値で測ってみると、このスタンダードモデルは結構僕打ったらドロップ目になっちゃうんで、スピンが増えるためにはこれの前ちょっとロフトを上向ける、これだけで全然解消できる。でこっちを使えると顔がこっちの方が楽、丸いし、でやっぱりここが丸くないとこう初心者の方とかね、ネックに当たることが多いから、ここら辺に余剰になんか丸くないと気持ち悪いところがあるので、そこら辺が、この HD ドローが出やすいやつの方が僕も打ちやすかった。まあ、スピン量は僕増えちゃうかもしれないけど、でもまあ初心者の方とか中級者の方もこっちの方がおすすめかなと。優しいですね。優しい感じですね、はい、はい。これもグリーンジャケットにあります。あるのね。よし、じゃあこれをステルス2、購入したい方、ぜひぜひですね、このグリーンジャケット、利用してみてください。連絡する佐々木さんやってくれます。はい、ということで今日はありがとうございました。ありがとうございます。動画最後まで見ていただきありがとうございます。もし良いと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もっとゴルフが上達したいという方はオンラインサロンに参加してみてください。 YouTube では語っていない有益な情報を発信しております。その他オンラインでのゴルフ指導も行っております。家でも学べる新しいゴルフスクール、原田ゴルフオンラインサロンもよろしくお願いいたします。